ゼロワン怖い、ゼロワンさんごめんなさい、あのさ怖がんなくていいよ。あのさゼロワンって私言われたんだけど、なんかねすごいキレると、俺はね指に燃焼リングもついてて根性焼きもしてんだぞって脅してくるんだけどね、脅してくんだよね。俺は指に燃焼リング、ここに根性焼きしてるって、指見たらすごいなんか申し訳ない感じでうっすらね、なんか燃焼リング、それめちゃくちゃダサいじゃんダサいじゃん。で根性焼き見たので、根性焼き、どこにあんのみたいな、でよく見たらなんか端、なんか先っちょだけちょっと触れたみたいな部分があって、えこれ根性焼きみたいなそうそう、ほんそう根性じゃないわけね、そうそうそう、マジでやけど、なんか先っちょのやけど、マジで、えしかもそれを根性焼きって、違う、自身それネタじゃなくて本当に真顔で言ってきたの。なんか俺はなんかそこら辺のなんか配信者と違ってみたいな、うん、根性があるみたいな。あ、ようちゃんいいんだよ、うん、笑っちゃったよそれ聞いた時、本当に、うん、なんかこん、え、だからなんかそもそも、え、それ根性焼きなのみたいな、え、分かんなかった根性焼きって、うん、なんか本当になんか、なんていうの、 3ミリぐらい、3ミリだけなんか根性焼きとまではいかないけどみたいな、いまだにそんな人いるんだって。でだから東京リベンジャーズ好きなわけ、私偏見してんだよね、あの東京リベンジャーズ見てるやつみんな偏見してるよね、わかる、私全く面白いって思わないんだけど、うん、マッチ棒でそんぐらいの、そんぐらいのミリタンス、うん、私からするとさ、だから東京リベンジャーズっていうのはさ、あれって結局は喧嘩する話じゃん。うん。私一応10話ぐらいまで見たのかな。なんかもう昔は面白かったけど、今見る極戦みたいな。なんかそんな感じ。なんかそんな話を真顔で言われちゃうとみたいな。うん、根性ないから俺と会えなかったよ。だからなんかジジイはなんかこの前さ、なんかリアトツっていうかゼロワンの家、ちょこちょこいるし、あちょこちょこに、ね、リアルがうまくいってなかったらさ、ネットだってさ叩かれるようなもんじゃん配信、うん、でやりたくなかったんだよ、それはスーパーブーメラン、うん、チャピーだし恥ずかしい、あ燃焼リングね、あ、ありがとね、ナイス。だからなんつうんだろうね、なんか配信者と付き合うっていうのは難しいよね。前は本当は強い、なんかさ強いのか繊細なのかわかんない、なんか私強いと思ってたわけ今まで生きてて、眉って超強い、強いとか考えたことないけど弱いとは思ってなかったの。あーマナペありがとうね、おやすみ。
もう寝る時間だよね。どんな見たくなる配信すんだ。腐ってばっかり配信面白くない。その第二手は。なぜか笑ってしまう。そうだよ。前はでもさ、よくよく考えて、強く見えて弱い。まあ、強くもないけど弱くもないんで、正直。それな、自分で取りに来いやって話だよね。なんでそんなんかさ、毎回そうやって上から目線とかモラハラを定期的に繰り返されて、わかる？精神的なものを上げ下げされちゃうとおかしくなるよね。あと33ナイスお願いします。うん、ああ、そうやって服のことを言って、何、家に来てほしいってこと、ね、そうやって返せ返せって言って、会いたい、ね、そうやって返せって言えば会えるって、そういうこと？なんかもう、なんつうの、わかりやすい。でもさ、やりたいんだったら風俗行けばよくない？リスナーとやればいいじゃん。だって別にリスナー、ガチ恋のリスナーにやらせてって言われたらさ、やれるじゃん。やめてくんない？そのおじさんの絵文字。ね、個人個人ではそう思っててもね、見てる側からすると嫌な人多いね。リプやめてほしいけど。うん、お互いのマイスなりのことしなきゃね。まあ、まあ、だからなんつうんだろうな、まあ、お互いのマイナスに、え、なんかさ、私別にゼロワンのマイナスになるような配信中そういうことしてなくない？うん、だけど必然と私にヘイトが向いちゃうんだよね。うん、例えで言うと、この前さ、金ちゃんがさ、たまちゃんのこと暴行して、たまちゃんの腕がさ真っ黒になった話があるんだけど、それってどう見ても金梅が悪いじゃん。だけど金ちゃんの配信上でコメントで、金ちゃん悪くない、金ちゃん悪くないっていう連投になるわけ。あれ、うちら女からすると恐ろしいよね。たまちゃんの腕が青あざじゃないよ、黒くなってるのに金ちゃん悪くないって、そうなるわけよ。そうなっても女にヘイトが向くわけよ。うん、
ゼロの配信は仕事やんか。いや別にそれはいいんだけど、じゃあ例えば私がゼロのとね配信して、じゃあ私がすごいモラハラ受けて、え、じゃあそれも平気でやってろみたいな感じ、難しくないで、それで私はじゃあ我慢するじゃん。我慢したらこいつ喋んないからいつまで我慢するかなとか言われてたんだよ。うん、で煽られて、で私が言うじゃん、でしゃしゃるなって言われちゃうわけよ。難しいよ。そうあったんだよ、かよがそういうことが。ちょ、おしっこ